ラーメンやハンバーグが出てきちゃう。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋。今日は太田市大原町にある黒穂さんに来ています。ハンバーグ屋さんだと思ってたらラーメン屋さんになってました。寒いしラーメンもいいよね。それでは中へ。店内はテーブル席にカウンター席、ランチは主にカウンターです。清潔感のある綺麗な店内、奥には小上がり席もあります。マダイと豚背骨のラーメンだって。メニューです。ラーメンの味は塩と醤油があります。あえ玉と替え玉2つ使い。ご飯系はチャーシュー丼と TKG。 黄身は白いんだって。醤油ラーメン850円。ダラリン、うわおしゃれー。丼のこの形おしゃれなやつね。上にガッと広がるやつ。上には紫玉ねぎと水菜、長いメンマ、うまげ。スープはめちゃくちゃ綺麗ですね。程よい油です。醤油の麺は全粒粉を使っています。細いね。それではいただきます。お、あっさりしてて食べやすいです。汁感できちゃう感じですね。麺は歯ごたえのある香りのいい麺です。スープの優しさが麺の味を強くする。塩ラーメン850円。ドロリン、私は安定の塩です。上に乗る具材は醤油と同じです。塩もめちゃくちゃ美味しそうですね。創作ラーメンが素敵。スープはほんのり濁りがあり、マダイ感きてます。塩の麺はオリジナルの小麦ブランド麺。麺の色が全然違いますね。それではいただいてみましょう。マダイの香り強い。麺は醤油同様歯ごたえがあり、醤油と塩で麺を分けるのはすごいですね。塩も味は優しい感じ。あっさりさっぱりしてとても食べやすいです。紫玉ねぎ、穂先メンマはおしゃれな象徴。長いなーこれ。チャーシューめっちゃ美味しそうです。油がうまげ。まずは穂先メンマです。食べ応えがあってこれ好きなんだよな。チャーシューは厚みが結構すごいですね。厚みがあるのにとても柔らかいです。豚の脂がねめっちゃ甘いんですよね。チャーシュー食べたら麺食おうぜ。女性には嬉しい量ですね。ランチにもちょうどいいです。左が塩で右が醤油。イベリコハンバーグ丼試作中です。ダラリン、まだ試作中のイベリコハンバーグ丼。まだメニューにはないんですが出してくれました。もともとやっていたハンバーグ、ご飯の上に乗せちゃった。ハンバーグの上のわさびがまたたまりません。ツン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 、チャラリラリラリラララ。店員さんに言われました。タレは肉汁ですと。いい言葉ですね。あ、わさび逃げた。3秒ルール。肉汁が口の中で飛び出てきます。噛むとほんと肉汁すごいです。ご飯にも肉汁染み出てうまい。しかもね、すごくあっさりしてるんですよ。このご飯見てください。これだけで米いけますよ。時間が経っても油がじゅわっと肉肉しくて好きでした。醤油ラーメンごちそうさまでした。塩ラーメンハンバーグ丼ごちそうさまでした。それでは振り返りです。ラーメンはあっさりしていて女性に嬉しい。令和版ラーメンはたまらなかった。イベリコハンバーグは試作中とのことですが、ぜひ商品化を。本日はごちそうさまでした。